こんにちは山中もとです今回は青森の中心部で朝食のビュッフェと温泉合わせてなんと1000円で楽しめるおすすめのスポットを紹介しますこれから青森行く予定があるという方 また日本各地のローカルな食材について興味あるという方参考にしてみてください今回紹介するのは青森町中温泉というスポットです場所は青森駅の東側にあり駅から歩いて約10分ほどのアクセスがいい場所になりますこちらなんと外部の方でも朝食のビュッフェと温泉を 1000円で楽しむことができるんです。朝食のビュッフェ、青森ならではのいろいろな食材もありました。ホタテスープ、青森ならではですね。他にもお茶漬けのメニューがあったり、お味噌汁はさまざまな具材で楽しむことができました。リンゴジュース、さすが青森です。これだけ多くの食材、お総菜もたくさんあるので、ついつい取りすぎてしまいました。それだけ いろいろな青森ならではの食材健康的に楽しめるところなんですビュッフェなのでもちろん食べ放題でたくさん食べたいという方いろいろ食べることができます温泉もとてもゆっくり楽しむことができました子どもたちは安らぎのスペースとして遊べる場所また漫画もたくさん読むことができました 青森ならではねぶたの模型なども飾られているゆっくり楽しめるスポット1000円で朝食ビュッフェと温泉です皆さんも是非参考になれば幸いです参考になったという方はいいねの高評価またチャンネル登録お願いしますそれではまた次回お会いしましょう